はい、What's up、哲也です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は自公過半数割れ確定、高市悲痛な訴えというテーマでお話してみたいと思います。さて、衆院選の投開票日まであと正味5日、早いものですね。日本の政治は今非常に大きな転換点に来てるんですね。場合によっては今回の総選挙のあと、まさに政界大再編が起きるかもしれませんね。これは単に選挙後の政局話にとどまらず、日本の経済や社会に大きな影響を与えるかもしれないので、本当に注意が必要ですよね。そこでまず今回の総選挙で自公連立が過半数を取れるかどうかという点についてね、検討してみたいと思うんですよ。現在自民党は公明党とともに国会で多数派を占めているわけなんですけれども、今回の選挙では腐敗をなめるのではないかと言われているんですよね。各種の世論調査やメディアの予測でも自公でも過半数割れする可能性があると指摘する声が少なくありませんよ。特にですね、最近の石破政権に対する不満や失望の声はね、日増しに高まっていて、なんとね、先日の時事通信の調査では石破内閣の支持率が 28% と2000年以降では、最初のね、発足当初のご祝儀相場の時期のね、この世論調査で出るその支持率としてはですね、最低となっているわけなんですよね。仮に自公が過半数を割ってしまうとですね、政局が一気に流動化するということになるわけですよね。ここで注目されているのが他の政党とどう組むかという話なんですよ。自公で過半数割れするとね、自公は国民民主や参政党や日本保守党などと連携してでもですね、政権を維持しようとするでしょう。そして最悪の場合ね、立憲民主党と組むというね、悪夢のシナリオも絶対ないとは言えませんからね。昔ちょうどね、阪神大震災の頃でしたかね、1994年から95年にかけてですね、あれいつですか、1995年の1月でしたかね、その頃ね、政権を握っていたのが実社派政権なんですよ。自民党と社会党と先駆けでね、できた政党なんですね。そういうものができたぐらいなんですよ。自民党っていうのはね、ゲアするぐらいなら、つまり野党になるぐらいならね、左翼の社会党の党首を、眉毛のほらね、村山さんだったかな、眉毛の人がいたじゃないですか、村山富市さんでしたかね その人をね、総理にしてまでも政権支守にね、回る政党なんですよ。えげつないですよ、ある意味ね。そういえばね、橋本琴恵さんがね、ここに来てこんな下に富む投稿をしていたので、ご紹介したいと思いますね。橋本さんってね、いつもね、下に富む投稿をしてくださるんでね、僕本当にね、目から鱗というかね、勉強になってるんですよ。はい、このようなアポストです。橋本琴恵、10月20日、今回の選挙は本当に難しい。自民が普通に勝ったら石破総理の時代が長期化して日本がやばいかといって、大負けして立憲がのさばったらもっとやばい。なのでいい感じに石破総理の責任を追及できる程度に議席を減らし、国民や保守と連立して過半数を取れるくらいがいい。その塩梅を国民が求められるかだということなんですね。本当これね、いいとこついてますわね。いかがですか、すごいと思いません？僕はね、ぼんやりとね、同じようなことを思っていたんですけどね、なんていうかな、その思いをですね、言葉にすることが、つまり言語化することができなかったんですけど、ここまでね、明確に言われると本当そうですね。あまり大負けしすぎたらいけない。つまり過半数はね、自公で過半数割った方がいいと思うんですよ。僕は思ってます。つまりね、石破さんに総裁選の決選投票でね、入れたような議員は、極力落とした方がいいと思ってるんですよ。それで、自公で過半数割れする方がいいと。ただね、あまりにも割れすぎるとね、最悪のシナリオになってくるわけですよね。だからその辺のね、いい塩梅というのを国民考えなきゃいけないなということなんですよね。僕もそのように思ってましたけどね、ここまでね、明確な言葉でね、
橋本琴平さんに言ってもらったんで、なるほどなというふうに思ったんですね。まあ、そうなんですね。石破内閣に当確運動が起きるくらいに議席を減らしてもらうといいんですけれども、減らしすぎてね、立憲民主党と組まなければならなくなるととても厄介ですよね。多分ね、そうなるとつまりまあ石破自民がね、立憲民主党と組むとですね、選択的夫婦別姓などのね、リベラル政策や増税などのデフレ促進政策がね、どんどん推進されて日本を破壊に導く恐れがあると思うんですよ。で、現状の表読みなんですけどね、まあいろんなメディアやネットに上がっている情報を見ると、どうもね、現状、まあ、次のような動きになっているようなんですよね。僕はこのようにポストしました。いろんな情報を勘案すると、現時点で自民党200プラスマイナス5議席プラス公明27プラスマイナス3で、まあ全体で言うと219から235あたり、つまり与党自公で過半数233に届かない可能性の方がやや高い感じか、今後の支持率、まあ、これは青木率が中心になりますけどね、内閣支持率と自民党支持率です、この合計が 50% を割るとですね、当確運動が起こるというふうに言われてるんですけどね、まあおそらくね、この投票が行われた後には自公で過半数を切るというね、状況も生まれやすくなるんでしょうね。そうなるとね、まあもう一回戻しますけど、今後の支持率次第では橋本琴平さんが言う自公プラス国民プラス保守で、ギリギリ過半数、あるいは保守も加えてギリギリ過半数という塩梅になるかもしれないと。日に日に国民と保守への、追い風が強まっているような気がするというふうに僕は書きました。こういう現状なんですよ。だからね、まあ、ネットなんか見てるとね、国民民主とか日本保守党に関するね、投稿がものすごく多いですよ。もう本当に多くなってますね。だから日に日にね、やっぱりその2つの政党に関しては人気が上がっていると思います。まあ2つの、ね、政党とも政策がいいですから、だからね、やっぱり国民もね、だんだん成長し始めてるんですよ。気がつき始めてるんじゃないかなと僕は思いますけどね。まあネットの世界だけかもしれないんですけどね、この辺がちょっとね、辛いところですよ。もう地上波だけしか見てない人はね、相変わらずなんていうかな、まあ、情弱というかな、そういう状態にとどまってますからね。それが少しずつ減っていくといいと思うんですけどね。どうなんでしょうか。まあこれがね、いろんな情報を総合的に勘案した結果、僕が感じている選挙情勢の現状なんです。もちろん自分でね、膨大なデータを取った上での分析ではないのでね、まあ、山間に近いところもあるんですけども、まあそんなにね、大きくは外れていないような気がしています。そしてね、費用ごとに、あるいは時間の経過とともにですね、事態は自民党ってね、不利な方向に向かっているように思うんですよ。まあ自民党にしてみればね、自業自得とはいえね、かなり厳しい状況と言わなければなりませんね。そんな中、昨日ね、ちょっとびっくりすることがありました。なんとね、高市早苗さんが X に異例の投稿をしていたんですよ。これを読むとね、自民党がかなりね、追い込まれているというか、追い詰められているというのが分かりますよ。今からね、その話に入ろうと思ったんですけども、ちょっと時間が長くなりそうなので、続きは次の動画で詳しくお話ししたいと思います。ぜひね、引き続き次の動画をご視聴くださいね。よろしくお願いします。